ここにいたのね。指揮官がこんなところで油を振ってていいの？大丈夫だろ。メリーとシェリーに任せておけば問題ねえよ。彼のこと？あいつがさ、ずっと呼んでるんだ。どうしても俺と決着をつけたがってる。でも大切な兄弟なんでしょ。本当に彼と戦えるの？わからねえ。でも行くしかないんだ。あいつを、アルベドをこのまま放っておくわけにはいかない。あいつを止められるのは俺しかいないからな。ジュニア君、ジギーの様子はどうなんだ？まだ動けないのか？詳しいことはわからないけど、今ももちゃんが付きっきりで修理をしているわ。そっか、ちょっと様子を見てくるわ。準備が整い次第すぐに出撃する。みんなにも待機するように伝えておいてくれ。わかった。それはジグラットシリーズに対応したカスタムパーツです。修復マニュアルが古文書扱いで入手に苦労しました。ありがとうございます、ミズラヒ博士。ユリで結構よ。博士という肩書きにはもううんざり。ところでジャンザウアーさん、話があるのだけど。何でしょう？あなたは生体部分の延命を拒んでいるそうね。とはいえ蘇生されてからもう一世紀、延命処理を施さない生体脳の寿命は平均130年。もう少しだけ生きながらえてくださらないかしら、モモのために。それに私もあなたから学びたいことがあるの。あなたの生き方から。少し考える時間をいただけますか？ええ、良い返事を待っています。悪いな、また立ち聞きしちまった。構わん、聞かれてまずいことは何もない。モモ、すまないがパーツの受け取りを頼む。はい。あのさ、あんたが怒るとこ初めて見たよ。おっさんにもあんな感情が残ってたんだな。なんか正直安心した。やっぱりあんたも人間なんだなって。それになんだよ、あんただって自分の敵には全然クールになってなかったぜ。それはお互い様だ。そうだな。あいつのことになるとダメなんだよな。わけがわからなくなっちまう。ジュニア、俺にはお前が何を考えているのか理解できないし、それを否定する気もない。お前の気が進むようにすればいい。おっさん、聞き分けのない奴にはガツンと言ってやれ。そうだな。行くんですね、あの場所へ。モモ、ガイナンがいないうちにと思ったけど、お前に見つかっちまうとはな。さすがは百式だな。一人で行くつもりなんですか？
なんですか、ジュニアさん。いつも一人で抱え込んで。ももも一緒に行っちゃダメですか。悪い、呼んでるんだよあいつが。俺じゃなきゃダメだってな。あいつの本当の兄弟だから。威張れるようないい兄貴じゃなかったけど、最後のけじめぐらいちゃんとつけないとな。ジュニアさん、すまねえな。みんなにはうまくごまかしておいてくれよ。帰ってきますよね。約束してください、必ず帰ってくるって。じゃなきゃ、ママ。アリエンが演技を担ぐかどうか、みんな元気になる夢のこと。アリ、呼んでるんだ。あいつの本当の兄弟だ。 Go ahead, make my day。 これ持ってろ、お守りだ。このハッチが強制解放されています。 ES アシェル、カタパルトへ移動。なんやって、え、チビ様か。一体何のつもりや。チビ様、お戻りください。チビ様、ダメです、通信が切られてます。あのジュニアさん、機体のテストをしたいって。だからすぐに戻ってくるって。ももちゃん、ジュニア君、行くつもりなのね、あの場所へ。決着をつけるために。あの約束したんです、必ず帰ってくるって。だからモモ。分かっとるって。ほんまモモちゃんはええ子やな。悪いのはチビ様や。みんなにこない心配かけといて、帰ってきたらしっかりお仕置きせえへんとな。よく来たね、ルベド。どうしたんだい？一人なんて珍しいじゃない。大切な仲間は一緒じゃないのかい？お前との決着なんて、俺一人で十分だろ。強がっても無駄さ。怖いんだろう？あの時みたいに仲間を見捨てるかもしれないから。仲間を見殺しにするかもしれないから。育児なしの君らしいよ。来なよ、僕に会いに来るんだ。それまで君の心が持ちこたえられればの話だけどね。ルベドとニグレドのお墓を作ってるんだ。お墓って言っても真似事だけどね。
二人が死んでも泣かないように練習してるんだよ。もう一度ウドゥとリンクしたら、ルベドが僕を殺してくれるかな。やってくれるよね、リーダーだもの。俺はお前を殺したりしない。やってくれるよ。ルベドはそういう風に作られてるもん。僕たちウドゥの反存在だからね。リンクがどんな風かわかる？悪魔との契約並みに生かすぜ。色目を使うからルベドが困ってんだろ。なんとか言えよ人形。何してるんだ、やめろ。お前なんか、お前なんか。やめろって言ってんだろ。なんだよ、なんで止めるんだよ。気に入らないな、ろくな力もないくせに。慣れ合うことしかできない。この女も嫌いだった。ルベドに色目を使いやがったんだ。死んでよかったんだよ。これで君を誘惑する奴はいなくなったんだから。いい加減にしろ、桜を離せ。モモ。いや、まだあのまがいものがいたね。こんなおもちゃでしか自分を慰められないなんて、ルベドもかわいそうな男だよ。アルベド、お前、この人形が大切なのかい？でももう遅いよ。あいつは汚れたんだ、この僕の手でね。やめろ、それ以上言うな。あいつの感触、とっても気持ちが良かったぜ。ルベドも味わってみなよ。きっと君になら喜んで。やめろって言ってんだろうが。早く俺と決着をつけようぜ。お前を殺して俺は全てを手に入れる。気持ち悪いんだよ、いつまでもベタベタとまとわりつく。になったのか。何？あんなやつ壊しちゃえばいいんだよ。お前になら簡単なことだろ。やめろ。いつまで我慢してるんだよ。早くやっちまえよ。やめろ。いつも足手まといだったんだろ。あんな出来損ないなんかいらないんだよ。やめろ。私、ルベドを信じてるから。
俺は俺だ。言いなりにはならない。